出せるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。2球目打ちました。左中間に落ちました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁でバッターボックスには代打の堂林。まあここはしっかりつないでいきたいですね。ファウルになります。牽制セーフ。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター田中。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。スライダー決まってストライク。ワンボールツーストライク。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。2番バッター野間。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目は何で来るか。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。これでワンヒットで点が入りますね。インサイドセンターに上がった。ここは打ち上げています。上がりすぎました。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって5対1、カープがリードしています。これから9回ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。ターニー2番手としてマウンドに上がります。最後の締めを任されました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。速いボール膝元決まってストライク。149キロてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。小園抑えてワンアウト。打順は6番細川。今日はまだ当たりがありません。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ワンアウトランナーありません。低めに来ました。外は入っています。ワンボールツーストライクです。打ちました。田中ツーアウトになりました。打席には7番バッター村松。
今日は盗塁を一つ成功させています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。インサイド落ちました。切れました。ファールボール、ツーストライクです。アウトコースは外れます。さあ勝負してくるのか。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。試合を制したのは広島東洋カープです。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。ご忘れ物のございません。